やあ、僕はカモノハシ。僕はオーストラリアやタスマニア島に住んでいるよ。ビーバーみたいな体にカモのくちばし。変な感じだろ。このくちばし、実はゴムのように柔らかいんだ。僕は水中にいるザリガニやエビ、ミミズなどを食べるんだけど、餌を見つけるときにこのくちばしが大活躍してくれる。このくちばしで獲物が出す電気をキャッチして捕らえるんだ。真っ暗な水の中だって簡単に餌を見つけることができる。このくちばしのセンサーで獲物の出す電気をキャッチすることができるからね。カモノハシは君らと同じ哺乳類だけど、なんとメスは卵を産むんだ。子供はおっぱいを飲んで大きくなるよ。母親には乳首がないんだけど、お腹からおっぱいが染み出てくるんで、それを飲むんだ。僕らオスの後ろ足には毒針があるんだぜ。この毒、犬だったら死んでしまうくらいに強いんだ。